疲れ様、スラッです。今日はですね、こちらメガナイトラムタルババ型ねやっていきたいと思います。さあ、もともとは雪玉のね、僕がタルになったのでマルチ上位いたので、まあタルかーと思いながらね、ちょっと空がきつくなるんですけども、もともとメガラム結構空きついので、まあもともときついならいいやろっていうので、よりね陸に特化させたメガラムでね、はい、やっていきたいと思います。まあ言うて空きついって言っても、まあゼロではない、うん、ラバルとかラバフォルとか引いても、まあ、バルーンとかもまあ別に10ゼロではないので、まあ1割2割まあその辺の勝率をねちょっと拾っていけたらより熱いよねと。で、陸関係には勝ちたいですね。まあ最近なんと枯渇もいるんでね、雪玉結構限られるんじゃないですか。まあジャイスケラとか、あ、ジャイスケラやん。さあ、ジャイスケラか。スケブとかコウモリにはもう雪が強いので、審判来たな。さあ、これでもやってくれたら熱いの、やれないか。ボーラーがいそうだけどな、ボーラーみたいな。ちょっと陸が少ないと思うので、うん、いやー、ラム追加はワンチャンありでしたけど、さあスケルトン部隊もちょっと厄介っす。ボーラースキムでしょ。まあダクネの分陸気はちょっと薄いかな。うん、このゴーストもでかい。いやー、でかい。ちょっと後取ってんな。島着衣ならワンチャン行ってもよかったっすね。しくったな。さあどうする、これ相手が橋前ジャイスキラか、後ろからボーラーダクネジャイスキラかみたいな、そんな感じですね。してくることは分かってるので、あとは俺が対応できるかどうか。いやー、これめっちゃ美味しいな。それ甘えてます。このラム、あー、キング狙ってもいいかもね。おお、本当に落ちちゃった。あっちゃけいの黒く2周目使いましたね。いや、まあジャイスキラーはまあもともときつい、きついっすね。きついけど LSP 次第では勝てるみたいな感じか。まあ言うてめっちゃきついわけではなかったの。さあ、でかいっすね、今の勝てんのは。さあ、ジャンヌダルクさんは巨助使いっすね。まあメガナイト巨助がね厄介ですけど、このゴーストユーノの揺さぶりがあるんでね。さあ、両サイにねいっぱい行きたい。クエイク、さあ来ました、早くも巨大スケルト。キョスケクエイクか、もう分かんねえよな。これラムとか行ってね、すごいの食らうのも嫌だけど、トルネで近畿道も嫌だな。ああ、着引っこ抜くか。これはスケルトン部隊を使ったので、いやー、2周目、いやー、2周目警戒してくれてますね。これはちょっと奥めのタルで残れ、残る。さあ、これちょっと早めに圧与えて、トルネか。おい、キョスケイ、まあなんだろうな、キョスケクイークの他がゴブリンバレルじゃないのかな。スパーキーか。さあ、ここは着衣ゆっくりいってくれると、コスト使わしたい。おお、来たっすね。
厄介なのがエレジャイだったか。さあキョスケエレジャイ、まあ、ラムで守って、ラムいなかったらまあメガナイトとなんかの気合で溶かすか。よし、まあエレジャイって分かったんで結構気楽っすね。元気度、言うてシープな、なんかハンターもいる。ああ、いや、これでも。結構削りたい。いや、めっちゃいいけど。さあさすがにこれは危ないっすね。足前で止めて、さあキョスケスパーキー、スパーキーエレジャイか。イカチー、お化けデッキですねマジで。まあタルーでも雪でもまあこれあんま変わんなかったかな。まあ、今とかやっぱゴブリンバレルとかね入ってるのとか多いから、そういうのに対してタルーがやっぱいいっすね。よろしく。スケブとかがマジでね来ないでほしい。連続できてる。スキブマジで低めに出されたらやばいですからね。さあ、とりあえずタル。やだめい。やだめも最近めっちゃ多い。なんだろう。ラバは嫌なんだよね。おー、大砲のやだめ。これもあんま見ないね。なんだろう。なんだこれ。エレジャイでもやらないもんな。ラーマにやらめにちょっと、ちょっと。ラブ来たんだな、これ。いや、マジでわかんないね。いや、もう。え？何これ、いじめ？いや、マジでスケルトン部隊ってガチ相性悪いんだ、これ。いや、LSP からの圧着いてもよかったな。まあ、いいか。うわーやば、何これ。本当にキモいできた。なんだこれ、ライトニングあったよね。あっち側にライト打ってきたもんね。うわ、ラバル大砲ライトみたいな、そんなことある。いやマジでキモいけどマジでキモかった本当に。さあここは受けてくれる。じゃあこの後のゴースト受けてくれるのかな。いや守りねえか出してね。もう一発？いやでかい。守れるかね？ライトで。耐えろ、ボケ。やばい。やめろ。触れんな。うわー、最悪なことが起きた。いやでもなんか美味しいの来た。耐えれんの？お？こうなるとまた話が変わると思うし。いやミンドラもメカゴもやだな。まあライトで落とすか。相手陸がやっぱないですもんねこれ。
よし、イケイケタイムだ。大砲これはライトニング420です。なんならゴースト抜けなくて、オーケー。いやー、ラバルに勝てんの熱っ。いやマジで結局ね、そういうことなんですよ。雪玉でもラバルに勝てるかわからない。で、タルなら諦めればいいと。ワンチャンがあるっていう。あー、すげえ変なラバルだったね、これ。ライトニングヤナアメか。まあ、ヤナアメも腐るし、なんか陸もちょっと薄かったっすね、気持ち。まあまあ、普通勝てないですけどね、多分。まあ、ラバには。相手の形がちょっと特殊だったんで、救われましたね。いやー、でかい。マジで陸ぶっぱで、21か31か32プランですね。いやー、これ勝てんならマジで、タルでええやろっていう。そう、雪じゃない分ね、マジガゴ、ガゴ群れ、ラバパピーとかその辺全部が厄介になっていきます。はい、ガゴ群れやだな。なんか迫撃ガゴ群れとか、まあ、元々勝てないんでね、元々勝てないからいいやろっていう話で。さあ続いて神愛者声、もうスケブは嫌だ。普通にロイホグとか引きたい。神愛者を引きたい。なんならスケブ3連か多すぎ。うん、初手どうしようかな。メガン号、まあロイかラバか、なんだジャイか、そんぐらいしかないっすね。でもん、キンキ、これなんのリッキ、あ、マジでマジで謎すぎる。エレジャイか、エレジャイしかないよな。でもうわー、エレジャイか。まあでもエレジャイ軽く弱くなってるんで、やばいの。いやー、まあこの序盤の金魚と嫌だな。マジか、メガゴでエレジャイか。おー、エレジャイじゃねえの、ゴルナイだよな。チエンスケラとかベビーメガゴでいっぱい空いるね君、楽しそう。やばい、ライドラマジでミリでナイス。あー、相手も分かってた、キング起動させてくれなかったわこいつ。絶対キング起動だろ、ゴースト上手いからこそのキング起動したいが、やらせない。まあ知ってる、もう知ってるわ、されてたわ。いやー、ゴースト入ってるのでかい。まあ、最近コメントでもあったなぁ。あのさん、キング起動してんのに、またしようとしてるじゃんって。マジで。最近やってる。で、相手のデッキはなんだこれ、ゴレでしたね。うん。普通のゴレっぽい香りしてる。一本折っちゃいたいな。ラムが止まんない。いや、ラム最強だなこれ。やべえこれ。でもこれラムが止まらない。さあ相手苦しいねこれは。うわー、どっか行った。胸が平井心だけやめてまして、男の平井心だけ。あー、危ねーこともねえな。さあ余裕でしたね。ライドラがまあ
危ないだけなんで、ライドライン徹底ライトで、それ以外にライトは基本打たないとか、まあ、あとラム流していけばね、相手マジリセットが、ラム止めるのもライトでしかなかったんで、よかったっすね、マジで。さあ来た、枯渇です。最近マジでこの枯渇がめちゃくちゃいると感じています。それに対して多分勝てないんでね、マイティ枯渇に。そう。だから樽になったんじゃないかなと思ってるか。ああ、スケルトンって言ったのはまたわかんないですね。バレバレかな、そしたら。さあ、バレバレの香り。まあちょっと普通にきちいな、これどうだろう。スケバレはラムかチクイで抑えて、マイティでしょ。マイティも最近すげえいいんすよね。ホグと枯渇と、そう、スケラとか、なんかいろんなデッキに入ってる気がする。マイティのなんか来たっすね、時代が。まあスケブっすね、僕のあの嫌なのは。スケブを攻略できるかに勝てるかどうかがかかってるかな。どうせ潜られるしな。いや、陸受けなさそうな時にダメージ稼いで、危ねえ。ゴーストために何もしないんだよね、この子。さあ、ここ何で受けんだ。吹き矢か。スケベル入ってねえのかな。入ってました。いやー、タゲ天才。当たんじゃないよ。マジスケベが強すぎる。いやー、惜しいなー。回転が最後1個追いつかんなー。くそ、ワッチャありそうでしたね。そう、マイティとね、まじ、スケ
スケブが今日やばい。これ全部スケブがやばいんですよ。そう、スケブがきついけど、いやワンチャンありそうでしたねと。いやもう一応スケブ引きたくないっすね。スケブしかいねえよ。さあよろしく。プリン、コカッちゃんかな。スケブいなけりゃもう何でもいいんすけどね。いなさそう。これね、ミスってな。さあ樽があるので、これもまずでかい。さあ縦線型、あちゃくい受けがいなさそうな時にあちゃくいに意地悪しちゃうよ。マイティじゃないですね。テスラ枯渇だ。久しぶりに見た。うん、これバルキリー使う？あ、キング起動か。いやうまいな。1コストプリンの近畿道っすね。最近マジでしてくるプレイヤーめっちゃ増えたっす。うますぎ。うん。さあまあ言うて守って形組んでライトかな。出しちゃうか。テスラ厄介だなマジ。いやー、そこテスラに行ったらダメだ。うん、ちょっと怪しいっすね。さあ一旦ケツから。やべ、逆だってか。
あぶねえ。勝ってるよな。いやあぶねえっすね、マジで。テスラ。レスクバルキリータですね。いや、防衛、あり方でしたね。まあまあ、なんとか出てよかったね、と。いうことで。いやーマジで、樽じゃないと終わってましたね。はい。という試合もなんか多かった気がしました。まあ、樽だからこそのね、枯渇に勝ちやすくなったとかもありますし、まあ、樽だからこそね、空によりきつくなったとかもあるんですけど、まあ、雪玉型、樽パパ型、ちょっとね、ぜひね、好みに合う方を使ってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。では、大塚ちゃんでした。またね。